はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、グッズ紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはね、まず2つあるんですけれども、まず1つ目こちら、東京リベンジャーズグミ。はい、出ましたね、通りべ。はい、ジャンプじゃないんですけれどもね、はい、こちらマガジンですね。はい、これがダイカットステッカー、はい、こちらがついているグミ、はい、グミなんですよね。青りんご味でレアだとバイクとかね、なんかバイクこれなんだろう、わかんないけどバイク、うん、でダイカットステッカー全15種のうち1枚がついている。で金色の白押しっていうのがあるんですよ。まあ、これを見るとわかりますけれどもね、はい、全15種のうち1枚、まあ、ラインナップを見るとこういう感じで、で白押しがね3種類なんですよ。はい、自分はね一応マイキーかドラケン狙い、そちら狙いでね開封していきたいと思いますけれども、私ね今回ね購入したのがこう3つなんですよ。はい、試しに3つ買ったんですよね。はい、もうちょっと買えばよかったかなとも思いましたけど、まあ、とりあえず3つ、はい、こちらを開封していきたいと思います。はい、では早速ね1枚目、もうこの状態でね、うん、ハサミ入れたんで取り出したいと思います。頼む、箱押し来い。せーの、あー、こちらバジケースケと松の千冬。はい、こちらが出ましたね。いや、バジもね千冬もね好きなんですよ。はい、うん、あ、こういう感じのステッカー、裏は何も書いてない。はい、うん、表面はツルツル。はい、このようなね、まあ、キャラによってこういう形がね、枠の形も違います。はい、一つ目は、はい、こちらが出ましたね。まあ、ちなみにねこの最初のこちらのグミだけねちょっと取り出してね、このレアグミが入ってるか見てみましょうか。はい、はい、ちょうどいいんでね、前回ドラゴンボールの一番くじで当たったこのトレー、こちらに出していきましょう。早速活躍しましたねこれ。はい、いきます。あった、1個だけあった、バイク、レア出た。あと全部なんだろう、四つ葉のクローバーですね。うん、あ、一つだけ出た。うん、これ確定なのかね。はい、はい、では二つ目いきます。来い箱押し、せーの、どう、来た、箱押し来た、来ました、千冬の白押し。おお、いいね、いや、いい白押し、すごいな、千冬もいいよな、東京卍会。はい、千冬。はい、ラスト3つ目、頼む来い、マイキーかドラケン来い、せーの、あれ、これも、あれ、これも千冬。あれ、全部千冬やん、全部千冬絡んでってる。もう千冬フィーバーしたね、全部千冬。これはなかなか、あ、でもね思ったよりこのステッカーいいね。うん、もうちょっと買えばよかったな、今度行ったらまた買ってみたいと思います。はい、はい、続いてねご紹介するのはこちらもヤンキー漫画の金字塔。はい、こちらダンクローズ&ワースト。はい、
ちらのね、もうこれフィギュアなんですけれども結構もう古いですね。はい、それのね未開封品をね購入できたんで、こちらをね、まあ、開封してみたいと思います。うん、こちらね、なんで開封するかって未開封で取っておいた方がいいんじゃないかという人もいますが、ここね全4種プラスアルファシークレットが入ってる可能性があるんですよ。そのシークレットはね、私の大好きなね主人公の坊や春道なんですよ。クローズの主人公ね、はい、そちらがねもうすっごい欲しいんですよ。なのでそれ目当てという感じで開封していきたいんですよね。はい、ということで早速ボックス開封したいと思います。はい、こんな感じで入ってますね。あ、もうこれ結構ところどころもう銀箔が剥がれてますね。うん、一番上のこれなんてもうほぼくすんじゃってるね、うん、銀箔が。では早速ね右手前から開封していきたいと思います。はい、結構劣化があるね、箔が剥がれてるね。ちなみにラインナップね、ラインナップは、はい、こちらワーストの主人公月島花、はい、でその先輩の花沢三郎、はい、で金山城で天地久志、はい、この4種類ですね。これにシークレットの大谷春道が入っている可能性がある。はい、ということでね早速1個目開けたいと思います。もう一発目から春道来い、せーの、ワンワールド。マジッシュか、マジっすか、春道来た。一箱目でシークレット引き当てた。うめっちゃ運がいい、なんじゃこりゃ。全4種の中に入ってないラインナップ、春道来たぜ。早速組み立ててみましょう。はい、組み立て終わりました。いや春道すげえ、かっけえぜ。スカジャンが似合うね、ほんとスカジャンつったらもう春道。レッドチェーンもね、で普段だったら T シャツ着てるけど、もうこれはもう素肌にスカジャンですね。で顔、まあ顔はね、まあ当時としてはまあ致し方ないクオリティかなとは思いますけれども、全然これはいいですよ、うん、いやーいきなり来たシークレット。はい、はい、では2つ目せーの、あ、花沢三郎ゼットンですね、はい、通称ゼットン立ててみましょう。はい、花沢三郎長蘭がすげえな、これちゃんとね襟のところにね Z っていうマークが入ってるんですよ。ここも細かいね、うん、Z もねサングラスしてるからねいいね。春道もサングラスつけてた方が良かったな、変に顔作っちゃうからなんか変になっちゃうんだよね、うん、いやすげえいいね。はい、3つ目いきます、せーの、
ハマですね。はい、ワーストの主人公月島花。はいはい、できました。花いいですね。坊主頭で、坊主頭がね特徴的な、はい、ラブイズオーバー、オーヤンフィーフィーすげえ特徴的なジャージ着てますね。うん、スマイル検知するね。なかなかいいんじゃないですか。はい、月島花。はい、続いて4個目、せーの、いいですね。天地久志、ダブリがない。はい、こちら天地久志、いいね。やっぱね、このシリーズはサングラスつけてた方がかっこいいね。いいね。花のライバル。はい、はい、5個目いきます。せーの、あー、ゼットンダブりましたね。ここに来て初ダブり。はい、5個目いきます。せーの、あー、来た、金山城来ましたね。通称キング城。はい、いや、このキング城もすっげーよくできてるな。もうこの見下ろす感じ、いや、すっげーガタいいな。顔もね、素顔の割にはね、一番似てるんじゃないかな。いいね、キング城いいじゃないこれ。はい、まあ、これでね一応全種類出たんですけれども、まあ、一応ねもう残り3つなんでね、全部開封しちゃいましょう。いきます、せーの、はい、天地久志。はい、せーの、ラストいきます。せーの、よいしょ、おー、キング城。はい、といった感じでね、全部、はいはい、こんな感じでね、うん、全部種類コンプリートできました。シークレット込みでね、いや、これはいいね、嬉しい。このシリーズブラックリスト系譜を継いでるフィギュアシリーズ、まあ、ブラックリストっていうね、昔のちょうど同じサイズのフィギュアで展開してたやつがあるんですけれども、そちらね、シークレットが鬼畜仕様でね、なかなか出なくて、当時プレミアがついて1体で1万以上してたね。うん、まあ、今でも、まあ、ここの辺の春道は4000円、5000円ついてるぐらいかな。ということでね、必ずしもシークレットが入っているとは限らないんですよね、このシリーズは。はい、なのでいきなり一発目で出たんで私はびっくりしました。はい、ということでね、今回はね、まあ、ヤンキー漫画っていうのかな、はい、こちら通り部とクローズワースト、はい、こちらのヤンキー漫画のグッズ紹介、こちらをさせていただきました。ぜひこの機会にね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、ラストはね、ちょっとこちらのクローズだけ回転台座に乗せてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で。
ご視聴どうもありがとうございました。